吉村観光農園さんにやってまいりました。こっちゃん初めての自動狩りですね。おっ嬉しいねー。いっぱいあるかな。今年はイチゴがあんまり良くないみたいで少ないという情報でしたが、結構イチゴはできてます。ここに一個大きいのを発見しましたので、これを一個取ってみたいと思います。いちごさんです。よし、ちょっと行ってみよう。よいしょ、出ちゃう。大きないちごさんです。すごい、今こんな感じで撮れてます。いい匂い、大きいいちごあったね。あ、ちょっと白いや。こっちがいい、こっち。あ、これいいじゃん。あ、これ大きいんじゃない。ちょっと白いか。白いない、白いないか。No worries。 これは？これ、おー、いっぱいいっぱい取ったね。ココちゃん全部食べれる？食べれるの？うん。もは？ほんと、アップンシュルの後で。大きいの取ったね。うん。これほら。おお。これない。だね。これも割と赤いですね。緑もね、結構、お、積極的ですね。お、足りました。すごいです。後ろちょっと白かったね。結構取れましたよ。ポちゃんまだ引き続き取っております。どうですか、楽しい？楽しい、楽しい、よかったね。私たちは昔いちごファームで働いておりまして、パパはその時の感じでボンボン取っています。ここでは取った分買わないといけないんですけどね。パパがすごい量取ってるよ。ココちゃんどうする？うん、あの時は取った分だけお金がもらえたんですけどね、今回は取った分だけお金払わないといけないし。もらったのね。あったね。おいしい？おいしいね。おお。お、いちごさんです。これは何でしょうか。かかっちゃん。どうされました？それ何？かかな。かかな？食べていいよ。うん。いや、もうあります、もうあります。お笑いですか？ここにいっぱいあるのが見えませんでしょうか。ママにもちょうだい。あー、優しい。いちごの味が濃いよね。うんうん、やっぱりいちご農園で取ってきたいちごは
練乳か中に内蔵してるイチゴって感じ。おいしい？もうべー。ちなみにココちゃんはたこ焼き5個とお好み焼きを食べ終わりました。そうですね。今日は粉物パーティーだったんですけれども、止まらない食欲。